藤, <laughs> 藤藤巻巻君維新のですあのお一人1時間ずつぐらい聞きたいんですが、全部で10分ということなんで、簡単にお聞きいたしますけれども、人お一人1問ずつお聞きいたします。まず早川参考人ですがあの 出口戦略に関して日本はトップランナーではないからアメリカに学べばいいというふうな発言がされましたけれども学びようがあるのかということをまずお聞きしたいと思いますまず第1にテーパリング10月29日にアメリカやりましたけれどもアメリカは財政 え赤字要するに売りって新しい新発産が出てこないから FRB が買わなくても進むそれからドルは基軸通貨ですから FRB が買わなくても日本政府とか中国政府が買ってくれるからテーパリングはできた。 FRB てもいいところが日本というのは今あ日銀しか買ってない状況ですからあ日銀が買わないと我々の給料も出なくなるあ自衛隊の油も出なくなるということで、えー、日銀はテーパリングなんかできないんじゃないかと思うんですがあそれをアメリカの真似をしようとしてもできないんじゃないかというのが1点、えー、2点目はですねこれは先もうあの、えー、今 ご質問、平木委員に対してご,質あのご回答があったんですけれども、おっしゃるとおり、アメリカあの金利を上げるというときに、当座預金のふりしていくということに関して、アメリカはまあ10年国債、ちょっと前まで3%ありましたし、今でも2%ありますから、それで MBS もかなり高い金利ですから、十分高い利回りがある、しかし、日本の場合には、この前、私も財政金融委員会で財務大臣に聞きましたけれども、0.4% パーセントとおっしゃるわけですね。それでましてや、これから80兆を買っていく。その10年国債が0.3で今0.2ぐらいになってるんでしょうかね。20.2%台というのはこんなものを買っていったらですねえ。当座金なんか0.1をちょっと上げただけで、すぐ赤字になっていくんじゃないかと思うんで、これもアメリカの真似なんかはできないんじゃないかと思います。ですからそういう面で言うと。日本。 日銀がトップランナーじゃないから大丈夫だというのはあまりにも楽観的するんじゃないかと思いますけれどもそれはどうかということをご質問したいと思います、えー、それから次に岩田委員ですけれども、えー、これちょっと問題を変えまして、えー、と先ほど一番最初に物価上昇率2%がて、えー、適切であるというご発言がありましたが えー、バブルを思い出していただきたいんですがバブルの時というのは狂乱経済でした、えー、しかしですねあのバブルの狂乱経済を引き起こしたのは資産インフレ株と土地の上昇であって消費者物価指数私のちょっとうろぼえですけれども全国での消費者物価というのはあ生鮮食品に抜かして確か0.5、0.5、0.5の2.9、3.2ぐらいだったと思うんですよ要するに2%よりもはるかに下にもかかわらず経済は狂乱していたであのあとですね、えー、確か 住田日銀総裁が反省談を出してます、えー、日銀は消費者物価指数ばっかり目をやって、土、え、地、ー、と株の値段を見,見失って、見ていなかった、これが失敗だったと言っているにもかかわらずです、ね、また消費者物価しか見ないというのは、これはまたその住田さんの,あの反省談話をどう考えてらっしゃるのかということが一つですね、それに関して言いますと、確かにイン本当にインフレになれば景気が良くなるのかと。 えー、景気が良くなればインフレになるというのは当たり前ですけれども、インフレになれば景気が良くなるか、えー、これは私も本会議でもちょっと聞いたんですけれども。 えもし本当にインフレで景気が良くなるのならば、公共料金全部20%上げればいいじゃないかと、それで景気が良くなるかと、景気が決して良くならなくて景気が悪くなると思うんですが、それでもインフレが景気にいいと言えるのかということをお聞きしたいと思います。で、3番目にあの菅野さんですが、菅野さんはあの中西議員と私とまあ3人で JP モールに一緒に働いていることがありますし、高校の時は1年、天津の先輩で、奴隷と王様のような関係で、私は奴隷な関係だって、なかなか質問しにくいんですけれども。 あのーえー、岩田参考人のですね日銀が当座預金を上げるときに政府ときちんと。 そのとしして握っっっおく必要があるとおっしゃったその時の回答として菅野さんが、えー、それじゃだめじゃないかとこれはまさに私も同じだと思うんですねあの菅野さんがおっしゃったように財政が黒字予算が黒字化しているのであれば国民の税金で日銀,を補填日銀の損を補填しますそれはそれなりに意味があると思いますけれども今みたいにマネタイゼーションをやって日銀が紙幣を吸ってそれをするときにです、ね、その赤字部分をまた日銀が紙幣を吸って政府に渡して政府はそれを日銀に えたところですね周りもあって、所詮は紙じゃないかという話になりまして、えー、単に政府と日銀がその握っているだけじゃとんでもないことになるんではないかと思います。で、えっと、カンヌさんへの質問はです、ね、でカンヌさん、債務超過になったときに日銀の損失が大きい、でまあ早川参考人もすごく大きいという話をされてまして、まあ、私もそう思うんですが、これはですね、あの一つ。 1一つは、債務超過になる前にリザーブが6.7兆円とかさっき菅野さんおっしゃってたと思いますけど6.7兆円が減ってきたということを見た段階でマーケットは大慌てするんじゃないかと債務超過まで待ってられないんじゃないか。もう赤字を垂れ流し始めた時にマーケットは とんでもないことになるんじゃないかと思うのが一つ、えー、そしてですね、えー、日銀の損失を国民のお金で埋めるのかというような次元でお話が終わるのかと、私は日銀が損,損失を垂れ流し始めたら長期金利やぼうと例えばロシア危機みたいに80%とか、です,ですね、えー、それからあ円,円が、ですねそれは負債を、日銀が損を出し始めたら円なんて大暴落すると思うんですね、しみません400円、500円、600円とです、ね。そういう事態 が考えられるんじゃないかと思うんですが、あど,うかどう思われるかということをちょっとお聞きしたいと思います、以上ですそれではまず、早川参考人はい、えっと、まず最初のご質問については、実はすでにお答えしているようなものであって、と申しますのは、要するに、マーケットが財政の維持可能性を信じてくれていれば、あとは日銀の手腕次第である。 したがって、マーケットはそれを信じてくれている限りにおいて、そのテーパーリングに関する、例えばコミュニケーション戦略であるとか、これからの,その、えー、利上げに絡んでのフォワードガイダンス等々に関しては、そのアメリカの経験から学ぶことができると申し上げて、その前提が壊れていると、実は先ほども来申し上げているように、対応のしようがないということです。ついでにあの、1点だけあの参考に申し上げておくと、実はこの間、あのスイスがですね、 あのえー、スイスフランのユーロとのペグをやめました、であのえー、当然のことながら、スイスの中央銀行である SNB は、ものすごく大きな損失を被ったんですが、実はだからといってです、ねえー、スイスのスイスフランに対する信任が失われたわけではありません、なぜかっていうと、実は SNB の裏側にあるあのスイスの財政っていうのは、盤石の,の黒字なんです。 したがってです、ね、中央銀行のバランスシート自体が問題などではなくて、その裏側にある政府が盤石の黒字であれば、SNB が大損してもあの大丈夫なんだけど、日本はそうではないでしょっていうのが基本的なイシューです。から、2番目はあの,の問題あの、要するに非常に大きな赤字が出てくるっていうことは、まあ、あの先ほども申し上げたとおりでありまして、当然であります。 で従いましてですね、あのこれも、えー、実を言うとあの相当大きな赤字が出てしまうんでひょっとするとあの財政のに対して、えー、むしろ負荷をかけてしまうぐらいの赤字になりうるということが問題だと思っています。ただあのこれも1点だけ参考情報を申し上げておきますと、実はあの去年あの日銀の,あの国際コンファレンスであのマービングルフレンドというあの昔の あのクリブラ,ギンランドフェッドの連銀の総裁が実はあの今の世界がやっているその量的緩和をですねこれはあの、えー、要するに片方で資産を買って片方であの、えー、準備預金を出してそれにはいずれあの、えー、金利をつけるわけなので,でそういう、まあ、ある種の,あのトレードをやってるだけなんだと。 でそのトレードをやっているだけのときにあの、どういうものを買っているかによって、儲けの仕方は違うよで、問題はアメリカについては、実はトータルではそんなに損をしないんだけど、実は今まで、今のところです、ね、アメリカは儲けた分をです、ね、根こそぎあの納付しちゃってるんです、したがって、これから損が出るときには、やっぱり赤字が出るっていうあのことなのであの、彼が言ってたのは、あれ納付しちゃだめだろうっていうのをあの強く言ってもらったということをあの、参考に申し上げておきます。以上です次に 岩田参考にはい議長、えー、バブルに話ですけれども、私あの、バブルの時のことを振り返ってみますと、1986年、原価格が6割下がったんですね、現在は4割から5割下がっています、その後何が起こったか、87年にはアメリカでですねグリーンスパンさんが議長になって間もなくですが、オクトーバークラッシュが起こりました、株価の調整が起こりました。 なんで起こったか原因は未だはっきりしないと思いますが私は期待成長率が何らか下方シフトしたせいではないかと思いマーケットが期待するですね、えー、ありました87年ですねで88年89年には消費税を導入するというスケジュールがもう議論されておりましたで今回それで比べてみますとまあ今年原油価格が下がってですね それで連邦準備制度理事会は金利引き上げを夏以降、おそらくおやりになる、6月から9月からですね、タイミングについてはいろいろスペキュレーションがありますけども、そうしますと、これまで量的緩和ということで相当、ですね下支え、株価を相当下支えしていた政策的にですね、ことは多分間違いない、それが外れていくということは、株価に対してはどうしてもマイナスの効果が起こあ,あり得ると思います。そして今のの株価の水準が どこまで正常なのかですね、アメリカの場合ですね、これも2つ見方ありますが、私はやや歴史的な水準ですね、これはシラーの PR、ね、株価収益率で見ますと、明らかに、えー、グレートモデレーションと同じぐらいのやや高め、過度に高い水準にあるので、調整が起こる可能性があると思います。えー、最後に消費税も17年4月に予定されておりまして、 どういういわけか80年代後半とです、ね、バブルが進展した時と、えー、なんか2度目は悲劇でなくて喜劇だっていう方もいますがあのやっぱり同じ過ちは犯すべきではないと思います、えー、それで私の最初の所見でもです、ね、マクロプルーデンスの体制を早く整備する必要があると少なくとも資産市場でどういうことが起こっているのか 厳しく点検する当局がいなきゃいけない、それはマクロプルデンスの観点からですね、システミックリスクがどのくらいあるのかっていうことを、ミクロではない、マクロなんですね、この体制が日本は非常に遅れていて、ようやく金融庁がマクロプルデンスの担当の参事官を任命された、えー、そういう状態ではですねあの、とても対応できないんじゃないかと思いますね。えー、今日本の株価がすぐバブルだっかかどうかっていうことといいこではない ないと必ずしも思いますがしかしいろいろな歪みが起こっていることは間違いなくてですねそれを少なくとも誰がモニターしてそれが行き過ぎていると思ったらどういう政策手段があってそれは金融政策との関係ではどういう協議を経てですねその政策を取るのかこういうあの仕組みをきちっと日本は取らないとですねこれはあのリーマンショックが日本で起こらなかったということが影響していると思いますけど 日本はその非常に立ち遅れた状況にあるので、私は本当に心配をしています。それから一言、あ言、バンクオブイングランドの件ですけれども、バンクオブイングランドがどうしてです、ね、損失が発生した場合、収益、損失ともに、これは財務省のものに帰属するようにという、そういう事前の取り決めをしたかということですけど、経緯を調べてみますと、もともとそのアカウントですね、特別その異例の制作をするアカウントは、むしろ 財政政策をです、ね、代行すると、まあ、中央銀行がですねそういう位置づけで始まったんですねですから財政政策を代行している中央銀行がやってることですのでそれは当然そこから生まれる収益も、えー、損失もですねそれは財政当局に期するとで日本の場合にはそうした理解が別にあったわけではありませんので その時どううすするかという問題があってですね日銀法の改正の歴史をいろいろ戦後調べてみますと日本銀行はなぜ財政補填をですねというのが古い日銀法には日銀が赤字になった場合は財政補填ができるというですねあの補足の実はあの条文があったんですねそれをその新しい98年のですね日銀法にする時には取ったんですね。なぜ取ったかといえばそれは日本銀行が ですねえー、政府とかあるいは財政当局から独立してです、ね、金融政策を運営できることを財務面でも保障するためにそういうことが起こらないようにやるのがです、ね、中新しい中央銀行だということでわざわざ財政補填の条項を除いたんですよねでその経過のことをいろいろ調べますと当時の副総裁の方は今後財政補填があるような場合には法律の改正が必要ではないかということをこれは発言をされてるんですが。 で日本の場合も従って、そこをそういった発言を重く受け止める場合には、きちっと法律で書いて、ですねこういう政策を取った結果、これだけの赤字になります、従って、えー、なりました、その場合には、ですね、えー、っと財政が特別、ですね通常は認められないことですけれども、そういうことを認めるというような、ですね法律で書く,書く必要というのも、ですねこれはどのように。 議会が最終的にににはご判断ななるるかかといいいう問題りんじゃないかと、えー、思いますただ、アメリカの場合には私、フェッドの関係者ともいろいろ赤字という予測が出てるけどどうするんだと <laughs> まあ人によっていろいろお答え違いますが単に納付金をゼロの状況を続けておけばなんとかなるかなという <laughs> ただ、その過程ではあの自分が持っている準備金を取り崩さなきゃいけませんので。その 金額的にもそれはどっかに限界があるんじゃないかというふうに思います菅野参考人。 先ほどの,あのご質問に、えー、お答えいたします、まああの,ご質問の趣旨は、まあ、どこで信任が、まあ、<coughs> 崩れるかということだと思うんですが、まあ、先ほど私が、まあ、日銀が債務超過になった場合のことというのをお話しいたしましたけれども当然、市場はもうそこまで待ちませんでただ、そこまでお話ししたのは要は最終的になるとそこまで行ってしまうということを市場がもうあらかじめ予測するのでもうその前からです、ね、あの市場に異変が起こりますよということをあの申し上げたかったので、まあ、その例をつかせていただきました。まあ、これももう,もうあの 言わずもがなのことですけども私どもがも持っている日銀券ですね千円札とか一万円札というのは、まあ、その昔金本位制政,政の場合は、まあ、打感券で後ろに金があったんでですね、まあ、そしまあ日銀ないしは政府がそれを金といつでも変えてくれるっていうんで、まあ、信用して持っていたわけです、まあ、その後さすがにですねもっと知恵を使いましょうということで管理通貨制度になりましたけども、まあ、その後ろにあるのはですね今ほとんど国債です、まあ、昔は少し貸し出しというのもありましたけど、まあ、基本的には国債をその後ろに 後ろにあるでその国債というのが、まあ、将来の日本の成長で償還されるというふうにみんな暗黙のうちに思ってるから私どもは1万円札1000円札を持ってるわけですねですからこれがですねにあの日銀が債務超過になるということは、まあ、資産が何もなくなってしまう。 まあそれは現実の問題としてありえないので、まあ、政府が何らかのです、ね、自動的に債務あの補償をしてくれるとでもこれって国債なんですよね政府の補っというのはで国債というのは言うまでもなくこれ将来の、えー、世代から来る税金でこれ賄われるわけですから、まあ、そこがです、ね、ちゃんと担保されていれば、まあ、なんとかコンフィデンスというのは守られます、えー、維持されますでところが、まあ、そのコンフィデンスがどうもこのゲームを続けているとです、ね、どこかで崩れてしまうのではないか。 まあ今は日銀は大量に国債を買うことによって長金利を下げで政府の財政負担を大幅に下げていますで今度、日銀が困ったらその政府に助けてもらうというのは誰が考えてもこれおかしいですよねでこれは外人のですね投資家に言わせるとポンジゲームというふうに言っていますもうこれ、ネズミ講じゃないかというですねことを言っている人たちは結構いますただ、今はまだ日本が2%より下のインフェリスなんで誰もですねここに歯向かう人はいないというだけの話なんですね。 でまあ、今、ですね日銀はあの、えー、バランスシートが大きくなってますので,、まあ、それでしかも ETF 等を買ってますから国債の金利が下がっているんですけどもそれでもかなりあの収益が出ます、黒字になります、でその声は年度末に国庫納付金として政府に戻ります。 ですのであの、今の財政はです、ね、実はまやかしでかなり良くなっています、すなわちあの予算の時には多分あまり日銀の納付金って、ちょっと私も詳しくは見てませんが、それほど前提されてないと思いますけど、終わってみると、かなりです、ね、日銀の納付金は出ます、今、日銀の持ってる国債だけでも25%が大体日銀持ってます、それからこのままいくと2017年、18年ぐらいには、あの50%の国債を日銀が持つようになります、追加感はなしでも。 でそうすると大体年間10兆円強ぐらいの今利払い費というのが予算計上されていると思いますけども、まあ、その今ですと 25%18、まあ、年ぐらいですと半分。 それはですね日銀に払うわけで,で年度末に戻ってくるので、まあ、政府としては、えー、金利ゼロでですね実は資金調達しているという状態なんですねですからその分財政は良くなりますただそれ分その分です、ね、後に付けが回ってくるだけの話ですでそれをまあ国庫納付金として返さないのか自分で持ってるかというのはただそんな大きな話ではなくてですねでその後に来る事態にですね果たして備えられるのか。 これは誰もですね、どこの時点でコンフィデンスが崩れるかというのは我々の段階で今あらかじめ言うことはできません。 であの先ほど私、プロジェクトチームのお話をしましたけども、まさにそれは国家的なリスク管理が必要なんですね、でこれだけある意味で、ですねそのリスクが来るかもしれない、えー、テールリスクといっても、ですねかなり実は確率が高いかもしれない、これは我々がマネージできるリスクなんですが、マネージできなくなれば、そういうリスクが来るわけですので、まあ、それを事前にですね、えー、検討しないあの、ちゃんと対策を打たないということ自体が、やはり大きな問題なんだろうと思います。いいです